ちょっと無茶ぶりしていいですか。入れ替わるやつだ。はい。誰と入れ替わるやつ。入れ替わるやつはね、じゃあ、カジ君。じゃあ、カジ君。入れ替わるっていうのは、はい、考えたんですよ。僕、カジさんと入れ替わりたいんですけど。なんで？あ、カジ君と入れ替わりたい。入れ替わりたいんですけど、カジ君になると同時に、カジ君が僕になるんですよね。あ、入れ替わるだからね。そう、だから、やっぱり、さっきは、あんた無責任にさ、宮野さんで、みたいな言い方をしてたじゃない。責任じゃないですか。でも、宮野さんはさ、カジさんの人生を歩まなきゃいけない。そうか、迷惑。ちょっと待って。ちょ、いや、あ、すみません。かもしれないけど。口が滑りました、口が滑りました。だいぶ滑りました。一番カジファンが迷惑。そうそうそう。いやいやいや。でかっつって。サイズ聞いてないっつって。サイズが一番引っかかるね。中村さん、僕になっちゃう。そうなんだ。やっぱカジさんって言ったらいつもね、代官山のあたりでヒラヒラしたいい女を連れてるって。どんな噂だよ。違うのかな。違ったのかな。それどこのカジ君だ。まあやっぱそういうのいつも見て悩ましいなと思ってるね。憧れるよね。そういう風に男としてはね、一回なりたいなと。え？クレーマーシグマセブンに。あ、わかりました。代官山歩いてみたいもん。代官山、カジさんぐらいにならないと代官山歩けないじゃないですか。みんなよく歩いてるでしょ。スタジオあるし。カジさんは僕の部屋を綺麗にしといてくれれば。なるほどなるほど。程よい頃に戻る。俺じゃなくてもいいじゃないですかもう。いやいや。ひらひらしたいい女が歩いてるのは、カジさんしかいないから。歩いてねえよ。この場だったら、この場だったら。あと、代官山歩いてみたいですね。それはありますね。それはありますね。ええ。といったところで。ありがとうございました。